週刊情報高まりの時間です。今週もよろしくお願いします。はい、では今週のゲストですね、オクロック熊本歌劇団の野村由紀さんと工藤公香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずはですね、恒例の皆様にご挨拶の方を、マスクを外してですね、一人ずつこちらの方でよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、オクロック熊本歌劇団の野村由紀です。いつもぶらり高森では皆さんありがとうございます。皆さんこんにちは、オクロック熊本歌劇団の工藤公香です。よろしくお願いします。はい、ではお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今日の収録日がですね、3月の18日じゃあ17日ですね。はい、はい、もう3月中日ということですけど、暖かくなってきましたよね。ですよね、はい、なんかこの前まですごい寒いと思ってたんですけど、急に暖かくなって暑いくらいありますね。そうですよね、体調とか大丈夫ですか？変化に対応できてます。なんかもう2年目になるのかな、なんかこの高森でもう2年目なんか過ごし始めて、なんかなんでしょう、急なその気候とかその天候の変化にもなんかだんだんと慣れてきて、なんか今もなんか急に暖かくなってもなんか、あ、高森ってそういえば急に暖かくなるんだったみたいな感じに思って、はい、なんか慣れました多分。野村さんの方も、私も、はい、いつの間にか春になったんだなと思って、うん、はい、すごい気持ちがいいなと思って、私の一番大好きな季節なので、そうですね、はい、ちょうど今が本当季節的に、まあ、気候的にいいのかなと思いますね、うん、まあ、これからですね、桜も、うん、はい、開花、まあ、まだ3月下旬ですかね、うん、になると桜がですね随時開花していくと思いますけど、楽しみですね。はい、高森町でもですね、最近桜の名所が結構増えて、はい、まあ一箇所、まあ一番有名なのは千本桜ですけどですね、はい、まあ上式目の防災道路、奥ロックのところからも近いと思うんですけど、まっすぐな道がですね、猫岳に向かって、はいはい、両脇は桜が増えてありまして、はい、あそこも多分咲いた時はすごいいいスポットになるんじゃないかなと思います。またですね、今年は草壁の方にも、はい、吉見神社、はいはいはい、の反対側もですね、桜の木が植えられて、多分今年からも見られるんじゃないかなと思いますんで、そうなんだ、はい、まあ、ぜひ、ぜひ見に行って、楽しみ、ぶらり高森でもです ね、 ですね、ちょっとそこ取材していただければと思いますんで、すごい楽しみが増えました、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、それではですね、今週の話題についてですが、今週は2件です。どうぞ。使っていただいているお
電話機の種類とかにもよって変わってきますので、まあ一つがですね、電源ボタン、大体今この4つの機能が大体ボタンでついてたりとか、画面を触ってから操作できるようになっております。止めてから4分開いてください。顔の方が映ってないですけど、大丈夫、そんな感じです。この右下を押してもらっていいですか？ここ、うん、そうすると、今撮れたのが確認して、あら、で、こうスライドすると、うん、ああ、そう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 、そしてこれでついているマイクのマークを押す。で、そうするとですね、テキストの丸みのところみたいにですね、そうです、声でですね検索してくれるので、うん、あの打たなくても熊本高森町天気って言ってみてもらっていいですか？いきますね。熊本県高森町天気、あ、OK です。今これ天気まで入ってないんですけど、そうすると高森町のこの情報が勝手に出てくるので、もうあのいちいち文字を打たなくても簡単に、はい、音声で、言葉、音声で、ね、そうです、そうです。それがすごく便利で、スマートフォンが何でも答えてくれます。ということでね、はい、熊本高森の天気、あ、なるほど、はい、あ、これで、ちょっと今から熊本高森町天気バッチリです。ありがとうございます。言葉で言うのはできました？わかりました。今まで使ったことありました？いえ、初めて。どうです、使ったことありました？はい、まだ便利ですよね、うん、使えそうですか？今のは使えそう。ここちょっと押せてないんで、あ、押せ、はい、え、あ、はい、これで読み取りできたんで、こうしてください。そのままですね、ここの青いところをタップポンって押してもらったらいいです。で、簡単に、なんでよくの新聞とかに載ってるやつもこれで読み取ってもらうと見れます、中身が。はい、送ってきた文章というのはですね、左側からこう引き出しが出てきてから白い画面でちゃんと残ります。もしあのこの後ですね、ご質問がありましたら、またスタッフの方にですね、このお答えいただければと思います。すみません、今日はお時間いただいてありがとうございました。今日はどうでしたか？あの内容はまだまだもうちょっと、少し勉強してみましょう。はい、じゃあまたちょっと見てみてください。質問もされてみてください。わかんないところを、あ、そうですか、チェックして待ってます。今日は何か あれでした、分かったことは何かありましたか？はい、はい、LINE のメールの仕方とかやってたんだ、はい、でもなんか どう適当にやってたし、妹と LINE をするのにどうしていいかちょっと分からなかったの、あやふやで、今日分かりました。分かりました。ちょっとしたことで、ね、ちゃんとできるようになるって分かりました。よかったです。以前の携帯でも十分に使いこなしてないのにね、スマホはあんまり賢すぎてね、何人かおる中で4人ぐらいがガラケーやったからね。そうですね、
伝えるのに大変だからちょっと。はい、それでは一つ目の話題を見ていただきました。一つ目がですね、出張スマホ教室ですね、無料のスマホ教室が開催されたという話題でした。はい、これはですね、3月7日に高森総合センター、はい、と、野尻の方の法友館、はい、それともう一つ上式見のですね、総合センター3カ所の方でですね、行われました。はい、対象はですね、町民の方、限定、人数が限定されてたんですけど、合わせてなんか50名の参加があったということ、はい、ですね。やはり、特に高齢者の方ですね、もうスマホの使い方をやっぱり知りたいという方が多数おられたということで、今回はですね、ドコモショップ大洲店の方のですね、職員の方が講師として来られて、いろいろ操作の方をですね、教えられたということでした。はい、お二人は結構スマホとかってもう毎日使えてて、もう慣れてますよね。はい、とは、特に何を使われてますか、野村さんは。SNS はもう毎日やってますし、あとはもう本当に検索するのについ使ってしまいますね。やっぱりすぐ調べて、はい、SNS は特にこれをとかあります。もうまんべんなく使ってるような。 Twitter と Instagram とですね。はい、私は今日は何の日っていうのを毎日あげててですね。すごい、豆ですよね。毎朝あげてて。そうなんです、はい、私も拝見させていただきます。ありがとうございます。すごいなと思います。毎日と思って、はい、最近はもう夕方とかになってますけどね。、はい、毎朝できるだけあげるようにして、はい、いや、情報もありがたいと思います。あ、今日はこんな日なんだっていうのがですね。そうですね、はい、あとはやっぱり SNS ってこう、なんですかね、ファンの方であったりとかと触れ合えたりするので、はい、それがすごく嬉しいですね。そうですよね、はいはいはい、工藤さんの方は特に何、これを使ってるとか。いや、私もその、はい、SNS はその、はい、劇団のみんなでそのツイッターとか使って、その高森町の情報の発信だったりとか、そのファンの方と交流させていただいてるんですけど、私はやっぱりライブ配信とかが多いので、TikTok が一番多いですかね、うん、使ってるアプリとしては。はい、なるほど。ライブ配信もですね、いろいろあるじゃないですか、うん、TikTok とか Instagram とか、なんか、はい、いろんなアプリ、はい、そのなんか、使い分けっていうか、なんかこういうことで私は TikTok とかってあるんですか。あ、そうですね、なんか私の場合、その Instagram だったら、その、はい、結構ライブ配信してるアカウントの人も企業の方とかが多くて、うん、その服のなんかブランドだったりとかが配信してることが多いんですけど、はい、そのインスタグラムより私は TikTok の方が単純にフォロワーさんも多いので、うん、はい、なんか私もそのなんだろう、私を見てその情報が知りたい、その自衛隊に関してだったりとか劇団に関しての情報が知りたいと思ってフォローしてくださる方に向けて配信をやっていくスタイルなので、私はフォロワーさんが多いっていう観点からその TikTok で配信することが多いですね。はい、そうですね、わかりました。あ、何かそういや先ほどですね、はい、どっかお店の方で何か声をかけられたっていう。はい、そこのあれですね、お店の名前出していいのかわからないんですけど、はい、そこの近所のお店でちょっと買い物をしてたら、はい、近所の高森の方に声をかけていただいて、なんかいつも見てるよってTikTok を見てるよってその言われて、私はそのなんでしょう、高森町の中でそのなんですかね、結構ご年配の方にそうやって声をかけていただけたので、その自然と TikTok をやってる人ってなんとなくその年齢層が学生とかその新社会人の方とかが多いっていう印象だったので、そのまさか街中でそのまさかのおじいちゃまだったんですけれども、そのおじいちゃまにその声をかけていただけるって、その TikTok 見てるよって言ってもらえたのがすごい嬉しくて、
そのこういうスマホ教室とかやってるっていう、その何でしょう、都会とかだとあんまりそのなんかスマホ教室とか受けないよっていう方の方が多かったりするので、こうやって結構進撃にその向き合ってくださる、その何ですかね、お店の方とかがいらっしゃるっていう環境で、そのいろいろスマホ教室を受けてみようとか思ってくださる方が増えると、なんかユーザー様も増えるから私たちは嬉しいなって思いますね。そうですよね、はいはい。ま、このですね、今回教室を開いた後にアンケートもちょっと取ってたみたいなんですけど、はい、まあ、その中で今回の講座はですね、やはりあの皆さんいろいろなんか勉強になったということで結構満足をしているというですね、回答が多くてですね、はい、でやはりあのやはりスマホを使うと便利ということで、まあ、こういう講座はですね、まあ、今後もやっていただきたいというようなですね、うん、はい、意見が多数出てたということですので、うん、はいはい、まあそうですね、あの今各地域でですね、まあ、あの集いの場っていうか、うん、あの公民館とかに集まることがですね、あの増えてますんで、まあ、ちょっとコロナでちょっと休んだりもあるんですけど、はい、まあ、落ち着いたらですね、結構そういうあの活動が各地域でありますんで、はい、まあ、よければですね、奥奥の方にも行っていただいてスマホをこう教えていただいたりとかですね、はい、ちょっとそれであの、うん、YouTube とかですね、はい、SNS とか見ていただけるようになればと思いますよね。はい、はい、はい、まあそれが実現できるように頑張りましょう、はい、ぜひぜひ、はい、ということでですね、次の情報に移りたいと思います。他の立花のほどの萩原に急ぎ入たまいしとき、ご提供願います。こたび三遊工業株式会社がこれのところ、あましいところの良きところと選び定めて、ご関係の皆様もその場でご起立のほどご同杯願います。
間がない中でですね、こんなに本当の都合つけて参加していただき本当にありがとうございました。まあ、5月31日に一応引き渡していただくという形になっておりますので、工事に携わった方々は本当に安全を願いながらですね、無事引き渡していただけることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。それと私どもの会社三遊工業っていうのはですね、電子部品製造をやっております。で、電子部品といってもなかなか幅広いんですけど、その中のリレー、リレーはオムロンさんとかいろんなことありますけど、そのものリレーの中のほんの一部の流動リレーっていう、これ半導体のテスターの中にですね、本当は心臓部に、多いやつでは1台で 4万個とか3万個、4万個、少ないやつでも数千ですから、ね、これがなければ絶対半導体は今出荷できない。だから世界で半導体のテスターを作っているということはほとんど取引をやっております。待機社員、待機パートタイマーの方が、なんとか三遊で働きたいっていうような会社にしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。過疎化、高齢化が進む中で、こういった形で企業を進出していただいたことは大変ありがたいことだと思っております。世界的な半導体不足の中で、それに関連する企業ということもあって非常に心強いなというふうに感じております。会長、先ほどお話にもありましたように、従業員の方を募集しておられるということですので、ぜひお知り合いの方とかですね、ご自身でもということもあれば結構ですので、ぜひ役場にもご連絡もいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。今回こちらの工場ではどのような業務が行われるんでしょうか。ですね、私で大津で今製品作ってるんですけど、はい、流動リレーっていう製品をその一部をですね、こちらで10人か15人ぐらいで作ろうかと思って、完成品までですね。いや、もう大津の方はもうみんないっぱいだもんですからね、なかなか人集めも大変じゃないかと思って、大津だったら、高森だったらもしかしたらと思って、高森、西原、南津、1500人ぐらい30歳、35歳までの姉がいますので、15人ぐらいはなんとか取れるんじゃないかなというのが真実ので、ぜひ働き始めたら長く60歳ぐらいまでもやっていただけるような形にしたいとは思っております。はい、それでは2つ目の情報です。今回ですね、高森町に三遊工業株式会社がですね、企業進出をしてこられまして、高森工場をですね、建設するということで、起工式の方が行われたという話題になっております。今回3月8日の方にですね、現地の方で行われました。その状況をお送りしました。はい、このですね、まず三遊工業のさんの内容としましては、電子部品製造企業ということで、主に半導体とかそういう部品の多分一部を作られる会社だと、思います。で、やはり今回、熊本県の協力、立ち会いのもとですね、高森町に、工場を建てられるということで、雇用、また移住定住のですね、促進を担う、新たなですね、事業所ということで、今後、高森町でも話題になるのではないかなと、思っております。会長さんもですね、おっしゃっていましたが、従業員の方ですね、 10名から15名、雇いたいということで、できれば高森町の方を雇用したいというふうにおっしゃってましたので、新たなですね、雇用の場が生まれるということで、とってもいいことだと思いますよね。ぜひともですね、今後応募とか出てくると思いますので、
ここで仕事をしたいという方はですね、応募していただきたいと思いますし、何か詳しいことわからないことがありましたら役場のですね政策推進課の方でもご連絡いただければ回答ができると思います。はい、で企業進出ということでですね、今回また新たに一社出てきたんですけど、オクロックのですね親会社 のコアミックスさんも高森町に企業進出をされて、はいはい、もう 1年半ですよね、はい、でもですねオクロックの人たちも来ていただいて高森町民というふうになっていただいたことでですね、はい、まあ、人口増につながったということでもうありがたい本当話でですね、はい、どうですか高森町に来てってことですか。あ、そうですね。やっぱり皆さん温かくて、はいはい、なんかこう他の県とかこういろんなとこから来てますけど、うん、本当に関係なく接してくださるのですごく居心地がいいです。ありがとうございます。はい、どうですか。そうですね、なんかその以前にそのポイントチャンネルでお話しさせていただいた時もそうなんですけど、その過ごしていてその何ですかね、空気感、その町の方々のそのなんか温かく接してくださるっていうのもそうなんですけど、その環境としてその空気が美味しいのもすごいなんか高森町のいいところだなってとっても思います。やっぱり都内で活動とかしてたら排気ガスとかその空気が結構汚れてるっていうのをちゃんと理解したのがこっちに住んでからで、その都内に戻った時とか、あ、空気が全然違うって思って、そのなんだろう、生活してなんか行くのにその今のコアミックスのその稽古場とかもそうなんですけど、新しく新設していただいたところで活動させていただいているのと同時に、この自然豊かな環境が私たちすごいなんか何でしょう、ストレスなく生活できてるなって思います。すごいいい街だなってなんかずっと思ってます。ありがとうございます。はい、いや、まあそうですね、なかなか地元にいるとですね、わからないんですけど、はい、こうやって来ていただいた方にですね、感想を述べていただくと、本当嬉しいことばかり。はい、なんか見えてないところもですね、なんか話を聞くと、あ、そうなんだっていうふうにですね、実感ができて、はいはい、嬉しいです。嬉しいです。はい。企業進出していただくことでですね、やはり雇用が生まれるということで、はい、働き口がですね、ちょっとこういろいろ選択肢が増えるということで、すごいいいことですのでですね、まあ、ぜひともですね、まあ、希望、まあ、よければ希望を大きくして従業員もですね、うん、増やしていただけたらと思います。はい、はい、ということでこの話題は以上です。はい、ということで今週はですね2件情報をお届けしました。はい、ではここからはですねお二人といろんなお話をしていきたいと思います。はい、はい、まずはですね今ですね高森ポイントチャンネルちょっと住民の方にアンケート調査を、はい、ちょっと行ってまして、で今ちょこちょこと回答が戻ってきている状況の中で、ちょっと今何通か見た中でですね、ぶらり高森すごいなんか好評な、はい、いい意見がいっぱい、はい、なんかもうぜひ続けてくださいと、いろんなところ回ってもう、はい、してくださいっていうですね、ちょっとそれを見たのでちょっと報告してもらったですね。すごい嬉しいです。本当にいつもこう突撃でインタビューさせてもらうんですけど、はいはい、皆さん何ですかね、もう普通にというかおしゃべりしてくださるので、はい、本当にありがたくて、はい、でだんだんとぶらり高森見たよって言ってくださる方が増えてきて、はい、それもすごくありがたいなといつも思ってます。いや、もうやはり何ですかね、もともと高森市ではないのでですね、はい、
高森のことを知らないからいろいろ知りたいことも多分あると思うし、そうですね、はい、まあ、そういうことでやはり先ほどもちょっと言ったんですけど、地元にいる方はそれでなんか高森の良さとかを再発見できていいとか、そういう意見もあったんでですね、いろんな場所に伺ってますからね、はい、もうぜひ今後もですね、はい、ちょっといろんなとこ行っていただいて、はい、お願いしたいと思います皆さんよろしくお願いします、はい、工藤さんの方もなんかもしこういうのをしたいとかあればぜひぜひ言っていただければ。したいことすごくいっぱいあって、はい、でも私がしたいって言ったことは役場のその担当の方にお話ししたときに、はい、なんかそんなことやりたいんだみたいな感じの反応をされて、はい、私がやりたいのがその農家さんと一緒に農作業をやりたいっていうふうに話をして、はい、そのなんならその一から自分で作物作ってみたいですっていう話をして、なるほど、そしたら使える畑を探してみますみたいなお話をしていただいてるので、はい、なんかこれから機会があれば、ね、私は農作業をしたいと思います、はい、農作業ですね、わ、はい、かりました。私もやりたいことがあります、はい、何でしょう、はい、お一人暮らしのご年配の方のお家に行って、はいはいはい、一日お手伝い、孫になりますみたいなやりたいです。ワンデイ孫、わかりました。ちょっとTPC としてもですね、はい、各課と連携してちょっと、はいはい、実現に向けて頑張っていきたいと思いますんでぜひ、はい、もうぜひともですね、はい、やりたい、わかりました、頑張りますお願いします、はいはい、ではですね、はい、今毎月お題を出してそれに答えていただくというのをしてるんですけど、はいはい、今月のお題がですね、はい、3月ということで、はい、卒業、はいはい、卒業の、すごい卒業に関して、何でもいいんですけどですね、はい、学校からの卒業でもなんか社会人に出てからのですね、うん、何かの卒業、うん、何でもいいんですけど、考えていただいて、はい、もうすでに書いていただいてはいるんですけどですね、はい、その発表をお願いしたいと思います、はいはい、よろしいですかね、はいはい、ではまずは野村さんの方から、はいはいはい、はい、いいです、はい、20代お別れ会 in 群馬です、はい、すいません私、はい、年齢バレちゃいますね、これで。聞いていいんですかね、はい、年齢聞いていいですかね。永遠の13歳となっております。13歳です。14歳だったかな、はい、永遠の14歳が20代のお別れ。あ、そうですね、はい、そうですね、はい、そういう時もあったなっていう話ですね。そういう時も、あ、なるほど、はい、これお別れ会っていうのは一人旅で、あ、はいはい、20代のお別れをちゃんとこう区切りをつけようっていうことで、はい、群馬の伊香保と草津に旅行に行ったんです、はい、最高ですね。最高ですね。めちゃくちゃ最高でした。それこそですね、今日ツイッターの方で写真上げてませんでした。ちょうどなんか私朝見たような、朝見たなですよね、あれを、はい、そうなんです、写真を上げて。じゃあそれがちょうどこの時の。そうです、そうです。へえ、なるほど、はい、一人でもう温泉にゆっくり浸かってこう、はい、なんですかね、自分と向き合うみたいな時間を作ったらなんだかこう楽になって、あ、はい、こうちゃんと次の年を迎えられたっていう、うん、すごくいい思い出になってます。あ、はい、いいですね、一人旅っていうのも、はい、何も気兼ねなく。そうですね。で、そこ旅先で出会った人と何気ない話したりして、うん、はい、美味しいもの食べて、うん、すごいですね。なるほど。これがもうすごい思い出っていう。思い出。なるほど。まあ、卒業。あ、はい。永遠の十何歳ですけど、はい、20代卒業の思い出です。思い出。あ、なるほど。深い。深いですね。でも永遠の14歳ですね、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます、はい、
それでは工藤さんの方、はい、お願いします。私はその、はい、お別れ会というよりもその本当に卒業式であった出来事が衝撃的すぎて多分これ一生覚えてるなっていう感じの思い出です、うん、じゃん、はい、卒業式後にブレザーの制服のボタンが全てなくなるっていうあの、はい、私なんでだかわからないんですけどすごい女の子にモテるんですよね。学生の頃からそうで、なんかこれがあったのは中学生の時なんですけど、あの卒業式の後にボタンくださいって言ってきてくれる子がたくさんいすぎて、あのワイシャツのボタンも全部なくなって、ブレザーのボタンも全部なくなって、何個なくなったんだろう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14個ぐらいなくなって、その私なんかネクタイだけは生き残ったので、前ネクタイでワイシャツを締めて帰るっていうそういう卒業式がありました、すごいですね。いやなんかそれがすごい印象的すぎて、はい、もう高校の卒業式とかは特に何もなかったのであんまり覚えてないです。中学校の時のこの思い出が強すぎて本当にそんなことがありました。これからその卒業のシーズンというか今ももう卒業のシーズンですけど、なんかああそういえばあの時こんなんだったなみたいな感じで今も思い出しますね。それ全てあれですか、あの後輩の女の子から、後輩と同級生からとすごい多かったです。なんか名札とかも自分の名札を注文できるシステムだったので、その私の名札欲しいから注文してって言われたりとかもしてて、なんかありがたいことにその学生の頃からあの応援してくださるファンの方みたいないてくれたんだなって思うと、ちょっとなんかあなんかずっと支えてくれる人がいるってなんか嬉しいなみたいな思ってましてその時からもう何かすでに活動されてた？いやその時は特に何もしてなくて、でもそのもともと小学生ぐらいからずっと役者になりたかったので、そのなんか役者になるのになんかこれやっておいた方がいいかなみたいな気持ちが強くて、いろんな委員会に参加したり応援団とかもやってみたいと思って副団長とかやってたので、多分私が知らなくても私を知ってくれてる生徒は多かったみたいで、そこからなんか芸能活動ではないんですけど応援してますみたいな感じで言ってもらえてて、はい、それからですねずっと学生の頃から今も応援してくれてる子もいるので、はい、そうなんですね、すごいですね、はい、いやなんかもう20代のお別れ会で温かいそのワードの後にこれを先に言えばよかったってちょっと後悔してますねいや多分私あんまりですね卒業、はい、中学校高校とか卒業の思い出がっていうか記憶が ないっていうか、はい、いやそんなボタンとかもなくなってないよな確かって、ね、ちょっと思ったりするんですけど、いやなんか羨ましいですね。いやありがたいですね。でも私もゆきさんみたいにこういうなんか自分自身に対してなんか節目じゃないですけど、うん、そういうのをちゃんとつけられる女性になりたいなって思いました私も草津行きたいです、ね、いや行きましょうそうですね、はい、いや私もちょっと一人旅でどっか行きたいですねいや、まあ、こんな感じで、はいはい、いいですよね、はい、はい、わかりました、はい、はい、ではですね、はい、まあ、ちょっとそろそろお時間の方もですね、はい、はい、あれなのでお知らせと、はい、ございましたらですね、はい、ちょっとお願いをしたいんですが、はい、たくさんございます、たくさんありますよね、はい、ありがたいことにいろいろ、はい、いろんなところでイベントの出演でしたり、はい、はい、やらせていただくので、はい、まずは高森南コミュニティセンターの落成式で、はい、パフォーマンスをさせてもらいます、はい、11時からオクロックのはい、そうですね、はい、ステージがあるので、はいはい、一応落成式の式典自体は10時からそうですね、はい、でそれが終わりましたらですね、はい、オクロックさんによる
イベントパフォーマンスが11時からとなりますので、はいはいはい、皆さんですねぜひ見に来ていただければと思います。これは どなたでもいらっしゃれるんですね。はい、はい、それはもうどなたでも見に来ていただけることは可能ですので、はい、私もパフォーマンスしますので、はい、お願いします。お時間ある方はぜひ、はい、お願いします、はい、そしてついに定期公演が再開となりまして、はいはい、週に一度の公演になるんですけれども、4月の2日から再開を予定しております。ぜひお時間ある方、そして待ってくださっていたそこのあなた、そこのぜひ私たちのその何ですかね、復活じゃないですけど 1ヶ月のお休みを経てさらにパワーアップした私たちを見に来てくださると嬉しいです。待ってます、はいはいはい、さらにまだまだ4月29、30で鶴屋ホールの方で、うん、舞台前田慶次歌舞伎旅の公演をさせてもらいます。それまたスペシャルバージョンで、はいはい、舞台の他に何かあるかもしれない、ちょっと何があるかは言えないけど、はい、何かあるかもしれない、はい、もうスペシャルです、とことんスペシャルですね、はい、はい、なのでぜひ、はい、ぜひぜひいらしてください、はい、あとはまだまだ5月の21日22日はなんとオクロック熊本歌劇団が夢に見ていたあのステージですね、はい、八千代座様で公演をさせていただくことになりました、はい、座席の方もね、チケットもどこででしたっけ、ホームページで、はい、ホームページだったりそのチケットのチケットだったり、はい、ローチケ様でしたり、はい、なんかチケットを取り扱ってくださっているサイトの URL もオクロック熊本歌劇団の公式サイトの方で掲載させていただいておりますので、そちらでチェックしていただいて、なんと今回 S 席だったり、結構お座席の種類も豊富になっておりまして、はい、もしよろしければお近くの席で見ていただけると嬉しいなと思いますので、もし皆さんお時間合いましたらご都合とよろしければぜひ見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そうですね、もうすごい盛りだくさんですよね。そうですね、はい、もう本当に嬉しいですね、うんうん、確かに鶴屋公演とかは、はい、普通の舞台前田慶次以外、うんもですね、なんかいろいろあるとは聞いてるんですけど、はい、すごい楽しみに、はい、私もぜひ行って、ぜひよろしくお願いします。楽しみたいと思いますんで、はいはい、皆さんもですね、はい、ぜひですね、見に行っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、もう何か言い残したことないですか。もうなんか今告知させてもらった他にもいろんなイベントにきっとこれからどんどん出させてもらうので、はい、はい、クロック熊本歌劇団で、はいはい、検索していただいて、はい、見ていただけたら嬉しいです。いいですか、はいはい、より多くの方に知っていただいて、そしてなんか知っていただくだけじゃなくて応援したいって思っていただけるように私たちも精一杯頑張っていきますので、はい、引き続きというよりますますの応援をよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ぜひともですね、皆さんどっかでお見かけしたら声かけとかですね、していただければ本当ぜひ、はい、嬉しいですよね、はいはい、いつもちょっとちゃんとしとかないとジャージとかで外出れない。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、名残惜しいんですが、今週の週刊情報はこれまでということでですね、はい、はい、お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。